イクという語の発祥の地の一つとされる、エリストカイクとは、ユダヤ人を指すアメリカ生まれの交互表現。この起源は不明。オックスフォード英語辞典によると、20世紀初頭にアメリカ合衆国へ移住した、東欧系ユダヤ人の名字の末尾によく見られる、機内誌は、キーを改変したものという。なお、同時書における書室は1904年。一方、 スティーブン・バーミンガムの著書、我らの仲間の一説に、ロシア人の名前は、木で終わるものが多いため、カイクと呼ばれた。これは、ユダヤ系ドイツ人が口語として広めているが、その後非ユダヤ人の間にも浸透したとあり、アシュケナジムと同一視するために、ドイツ出身の同化ユダヤ人が用いたとの説を提示。また、レオロステンは次のように述べている。回駆という語は、読み書きのできない。 ユダヤ系移民が存在した時期のエリス島で生まれた。これは申し込み用紙に慣例で X と署名するよう求められた際、キリスト教の十字架を連想するとして拒否し、その欄に丸を描いたためである。イディッシュ語で丸をカイクルと小さな丸をカイクルーと言い,い、移民調査官が X と書くべきところに王と記入したものは誰でもカイクルやカイクルー、あるいは 回帰、ついには簡潔に、回駆と呼ぶようになった。ロステンによると、アメリカのユダヤ系商人が数十年にわたり、X と書くべきところに、王と記入し続け、結果として、回駆というあだ名が広まったという。その他、16世紀のクレメンス発生の時代にまで、遡る説も存在する。 クレメンス・ハッセイは反ユダヤ主義的立場からナカンズクタルムードを禁書としたが、その中にユダヤ人の盲目的な頑固さに言及している箇所があり、この替えが最終的に回駆となったとしている。なお、こうした謎めいた起源とは別に、1864年にイギリスでアイクやアイキーがユダヤ人を指すごとして用いられた。いずれもユダヤ人の名前によくある、 イサークに由来する。いずれにせよ、カイクナル語は、ドイツユダヤ系アメリカ人が、ユダヤ系ロシア人移民を表彰するために初めて用い、1880年代のアメリカで発展を遂げることとなった。ユダヤ人一般を指すのみならず、花が大きければカイクかもしれないなどと、ユダヤ人にありがちな特徴を持つ人間を表すのに、使用されるケースがある。ありがとうございます。